はい、こんにちは。レトスのノ,ノです。8月4日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。本日はモチベーション維持について、過去の合格者からいただいたアドバイスを共有させていただきます。それはどういった方法かというと、勉強をやめる際に簡単な問題を解いて、よし、できたという気持ちになってから勉強をやめるという方法です。できたという良い感触で終えると、 次にままた勉強すする記録が湧いてきます逆に良くないイメージで終わらせてしまうと次に勉強する記録が起きなくなってしまうんですね。これは寝る時だけではなくて例えばどこかに行く前に問題を解いてよしできたとなってから出かけるこれはいろいろな場面で使えるので是非参考にしてみてください。それでは本日の3問に入っていきます。 A は B との間で A 所有の山林の売却について、買い主の圧戦を依頼し、その売買契約が締結され、履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、B は停止条件付きの報酬請求権を第三者 F に譲渡することができる。丸か×かという問題です。 この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいで、まあ、答えはこれは丸ですねでまず A と B との間でこの報酬契約を締結してるんですよ A さんが山林を所有していて、まあ、これ売りたいと思ったんですね売りたいと思ったから B さんに飼い主の斡旋を依頼しました、まあ斡旋っ,っていうのはまあ紹介してくださいとかね、まあ、仲介してくださいっていうまあイメージです まあつまりイメージとしては B さんが宅建業者っていうイメージですね。そしてこの山林が売れたら、つまり A さんと飼い主が売買契約を締結したら A さんは B さんに2%の報酬支払うわけですね。で、今回の質問の内容で言うと、この山林がまだ売れていない。まあ、そういった状況であっても B さんは この報酬請求権。まあ、A さんから報酬くださいよってね。えー、後になって言えるわけですよね。この売買契約が締結されれば。この請求権、報酬請求権を第三者に譲渡することができるか。まあ、つまり再建譲渡できるかっていう話ですね。で、答えはこれ丸です。AB 間で売買契約が締結され、履行に至ること。まあ、つまりこれ三人が売れるってことですね。え、これを停止条件として、報酬契約が締結されることで、 B は停止条件付きの報酬請求権を取得します。えそしてえ、民法では、この条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は売却できるんですね。つまり、B さんは報酬請求権を第三者に売却することができるので、丸となります。で問いにですね、宅検業者 A は宅検業者でない B に、 A 所有の完成宅地を1200万円で売却する契約を締結した。手付金として200万円を受領する場合、A はいつまでにいくら保全措置を講じないといけないか。まあ、これ今回、あの、記述式になっておりますけれども、まあ、これもね、あの、記述式で出題されません。ただ、これぐらいはちゃんと答えれるようにしておきましょう。で、答えは、手付金を受領するまでに200万円を保全しなければならない。 で本詞は発祝規制の一つである手付金等保全措置のルールなんですね。手付金等保全措置では対象となるのは手付金や中間金など引き渡しをするまでに受領するお金すべてが対象になってきます。つまり、まあ、中間金受け取るっていうのであれば中間金も保全措置の対象だよってことですね。で今回、完成宅地って問題文に書いてあったんですけども、これは完成物件ですね。 造成工事が終わった宅地、土地のことなので、完成物件です。で、完成物件の場合、代金の10%、え、もしくは、1000万円を超えて受領する場合、受領前に保全をしなければなりません。で、今回10、10%ということは、1200万円の完成宅地なので、1200万円の10%って120万円ですよね。だから、120万円を超えて受領する場合は、 受領するまでに手付金を保全しなければならないんですね。つまり今回200万円の手付金受領するわけなので、これを受領する前に200万円を保全しなければならないということになります。でちなみに完成物件の保全措置の方法なんですけどもえ、保証委託契約、保証保険契約、指定保管機関による保管のいずれか、この3つのいずれかですね。この保全措置の方法も合わせて頭に入れておきましょう。 でさらにえ、本文で重要なことっていうのは、手付金等の保全措置と手付金額の制限のつながりなんですね。ちょっとここまでえ解説すると話長くなりますのでえ、この点については個別指導で解説していきます。しっかり考え方を頭に入れていきましょう。で、問い3ですね。商業地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、容石率の制限は適用されない。丸かバツかという問題です。えこれ答え、バツですね。 今回、容積率ってなっているのが誤りで、憲兵率にすれば正しい問題文になります。ちなみに、商業地域の憲兵率っていくつでしょうかこれ80%ですね。これはもう頭に入れておいてください。憲兵率80%ということは、100平米の土地があれば、建築面積80平米の建物を建てることができるということなんですね。 で、今回、商業地域内でかつ防火地域内にある耐火建築物については、もともと憲兵率は80%なんですけども、それが制限がなくなるんですね。まあ、つまりまあ100%になるとい、まあ、ったイメージです、まあ。つまり敷地いっぱいまで建物を建てることができるんだっていうふうに、えー、頭でイメージしていただければと思います。今日もいろいろ理解しなければいけない部分、えー、あったんですけども、この無料の動画ではですね、そこまですいません、お伝えできていませんので、 ちゃんと理解をして点数を上げたいという方はですね、ぜひ個別指導をご検討ください。理解しないとやっぱりですね、どれだけ勉強しても、過去問の点数は上がるけれども、本試験の点数は上がらないというふうになりますので、ちょっともったいないですよね。やったけれども、結局合格できなかったって最終的になっちゃうんですよ。 過去問の点数は上がりますよ。40点とか45点取れるようになるんですけども、本試験で、えー、取れなかったら意味ないですよね。で、多くの方が過去問の点数が40点以上取れるようになって実力がついたと勘違いしてしまって、本試験迎えて、えー、30点そこそこで、えー、落ちちゃうと。もう言う方がもうほとんどなんで、もうそうならないためにもぜひですね、理解学習を実践していただきたいと思います。そして、今販売している予想模試は、実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。 理解学習ができていない方予備校や通信講座市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方点数がまだ上がってこない方こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてくださいこうやって理解するのかこういうことだったのか新たな発見や理解さらには頭の整理まで行います試験まであまり時間ありませんので今から真の実力をつけていきましょう レトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした今年絶対合格しましょう